はい、どうも皆さんこんにちは、ナナユウです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の題材は整数問題です。対象は、JMO の本線レベルの問題だと思ってください。というわけでかなりハイレベルの問題になっています。予選の問題としては後半レベル、本線もしくは、IMO だとちょっと優しいかもしれないですけど、いずれにしてもかなりハイレベルな問題です。大学入試問題として出題するんであれば、必ず誘導はつくレベルでしょうね。というわけで、本線レベルの問題の解説になります。それでは問題に取り掛かっていきましょう。X の2乗足す 6y、 それから y の2乗足す 6x が共に平方数となる。平方数というのは、整数の2乗という形ですね、にかけている、正の整数 xy を求めようという問題です。とりあえず置いてみます。 x の2乗足す 6y が、平方数 m の2乗という形にかける。それから y の2乗足す 6y、6x ですね、これも m の2乗という形にかける。で、上側だけちょっとこう変形をします。6y を残して、m の2乗マイナス x の2乗という形に持っていき、因数分解をします。で、 m プラス x と m マイナス x というのは、これ足し算をすると、x が消えて 2m になって偶数になりますね。偶数になるので、m プラス x と m マイナス x というのは偶奇が一致します。偶奇が一致するという意味は、偶数だったら両方とも偶数、奇数だったら両方とも奇数という意味です。というわけで、両方とも奇数にある場合はないということが分かりますね。なぜかというと、左側これ偶数ですよね。偶数なので、こちらも偶数です。ただし、両方ともこちらもこちらも偶数になります。ということは結局、4の倍数だということが分かります。したがって、6は4で割れないので y が偶数になるということですね。つまり y は 2y' というふうにかけるということになります。で、同じ構造をしているので x と y の役割を交換して m は m の2乗になっているだけなので、x も x' という、偶数になって x' と取れるということが分かります。で、これを代入すれば x' の2乗 4x' の2乗足す 12y' イコール m の2乗、それから 4y' の2乗を足す 12x' イコール n の2乗となって mn はまた偶数だということが分かりますね。で、4で割れるので、m イコール 2m', それから n イコール 2n' として、m の2乗、n の2乗計算すると4で割れますよね。これを代入して4で割ると。4で割った結果どうなるかというと、4x' の2乗足す3倍の y' イコール m' の2乗、それから y' の2乗足す3倍の x' イコール n' の2乗という形になりますね。で、 x に対して x' y' というのは2で割った形してます。で、 m' n' もそうですね、2で割った形です。なので元の方程式からして全部2で割った形をしてるんですけれども、結局、こういう方程式が作れたことになります。これを解くことと本質的に同じなわけですよね。いいですか。で、これを最初にも問題だとして、先にこれを片付けましょう。というわけでこれを前面に持ってきます。で、今 x と y は対称形なので、x の方が y 以上として良いですね。で、この時に、この最初の条件 x の2乗足す 3y が平方数という条件を、フルに用います。 m の2乗になっている、わけですから、m の2乗は x の2乗よりも大きいわけですよね。で、x の2乗というのは、x の2乗足す 3y、 正の整数ですから 3y よりも、3y 足したものは大きくなり、
で今 x が y よりも y 以上というふうに言ってるので、y を x で置き換えれば x の2乗 3y になり 3x になり、でこれを平方完成すれば x 足す、2分の3の2乗マイナス4分の9となって、x 足す2分の3の2乗より小さいということが言えます。でこれ平方数ですから、平方数が、x の2乗という平方数と、それから x 足す2分の3、2分の3を足した平方数で挟まれているわけですね。ということは、x の2乗足す 3y は x 足す1の平方数、 x 足す1という値の2乗になるしかありませんよね。 x 足す2だとこれを超えてしまいます。 x 足す2の2乗だと、これより大きくなってしまいますので、x の2乗足す 3y、x 足す2の2乗にはなれないわけです。したがって、x の2乗足す 3y は、x 足す1の2乗に一致するしかありません。というわけで、展開をして整理をすると、3y イコール、x の2乗足す 2x 足す1となって、y については解くこともでき、x についても解くことができるんですけれども、まあ、x について解きます。ここではね。x が消えて 3y-1 というふうになり、x について解くと2分の 3y-1 というふうになります。でこれを第2式に代入します。こちらの式ですね。ここに代入します。そうすると y の2乗足す3倍の、2分の 3y-1 とイコール n の2乗という式ができて、2倍をすると 2y の2乗プラス 9y-3 とイコール 2n の2乗という式ができます。で、さらに8倍をします。全体を8倍して平方完成をします。そうすると 16y の2乗プラス 72y マイナス24イコール 16n の2乗となって、平方完成すると 4y プラス9という形になりますね。その2乗が出てきます。それからマイナス81マイナス24とイコール、4n の2乗という形になって、まあこの時点でその2乗引く2乗の形になるので、まあ2乗引く2乗イコール定数という形になるので、まあ、解けるなという感じが見えますよね。まあ平方2次の多項式になった時点で、まあペル方程式になるだろうなと、最低でもなるので、おそらく解けるとは思うんですけども、まあペル方程式が完全に出てくることはまずないですけどね。一応論理的には解けるだろうというふうに見込めるわけです。この時点でですね、この時点でなんとなく解けるなっていう予感は、してくるわけです。で、とりあえず、まあ平方完成をして、これは、ここに2とかつかないので、2とか3とかつくとペル方程式になってしまってちょっと難しくなりますけれども、つかない形なので平方完成をして因数分解をしてですね、掛け算して105になるものを見つければいいわけです。なので 4y プラス9マイナスプラス 4n と 4y プラス9マイナス 4n と、これが105因数分解すると357ですね。で、掛け算して357の約数になるやつを調べていけばいいんですが、まあ、ここで、ちょうどこちらがですね、4モード1になってるってことに注意してください。こちらもそうです。ということで、しかもマイナスがついてない 4y プラス9プラス 4n の方が大きいですね。こちらの方が大きくて、こちらの方が小さいわけです。マイナスがついてる。というわけで、これのセットは、いくつになるかっていうと357を分けたものなので、1と105という組み合わせと、それから
まあ、例えば3と、35みたいなのは、モッド4で1という条件から弾かれるわけですね。これ3だからダメですね。35もダメか。これもダメですね。なので、こういうのが弾かれて、105とそれから21と5ですかね。3721の5、これは両方とも、モッド4で1なので、成立。それから、15と7、これも、モッド4で1でないからダメですね。というわけで2つあります。これ以上はないですね。15と7になってしまって、これは大きさの面からダメだということになります。というわけで、まあ、ここで2個に絞れました。でこれがあとは解になるってことですね。足し算して y の値出しましょう。これ上と下を足せば 8y になりますね。 8y イコール106と出てきます。というわけで y イコール、88、あ、足す16か、ごめんなさい、8y 足す18が106ですね。となって y イコール88y イコール88 y イコール11と出てきます。でこの時に x は、先ほどの式は2分の 3y マイナス1だったんですね。 3y マイナス1なので、2分の 3×33 マイナス、3y マイナス1か、 3y マイナス1なので、33マイナス1の、2分の32で16ということになり、それから、21と5の場合ですね、それも同じように8y足す18が、足して26ですか。そうすると 8y イコール8になり、 y イコール1と出てきます。そうすると同じようにして x イコール、2分の 3y マイナス1で、1と出てきますね。というわけで、この場合 xy の値は、16と11と、それから、1と1というふうに出てきます。というわけで最初の方程式とは違う 3x にしたやつですね。 3x は 3y にしたやつですね。それの解が、こういうふうに出てきたわけです。で今 x が y 以上というふうにしてるけど、 x と y は、実質代償関係ないので、これ逆にしたものも当然解になりますですよね。でもともと方程式は x の2乗足す、6y が平方数でしたよね。それから y の2乗足す 6x が平方数という方程式で、この xy っていうのが x'y' のことでしたよね。だから、2倍しないといけません。というわけで、これの解はこれの解の、2倍したものということになります。というわけで32と22、それから、22と32、それから22と、という3つが答えということになるわけですね。これが最終的な元の方程式の答えです。というわけですね。まあいろんなその解き方は多分あると思うんですけれども、多分シンプルに解くとこういう形になるのかなと思います。こうやって平方数で挟み込むという手法は数学オリンピックなんかでは結構常識になっている部分があり、こういう技術を身につけておかないと、本戦では戦えないかなと思います。なので、本戦のトレーニングとして良い題材だと思いますので、ぜひ練習してみてください。はい、この時点でですね、解けそうだっていうふうな話をしたんですけれども、結局その、x の2乗プラスマイナス、dy イコール定数みたいな形はペル方程式っていうふうに言われていて、一般解法が知られています。で、
まあ一般のペルホー式が試験に出ることは絶対にないんですけど、なんでかっていうと、もう二次体の整数論になってしまって、基本単数みたいなのが出てきて、まあ、基本的にはその初等解法というか、まあ、高校範囲をはるかに超えてしまうからなんですね。なので、まあ、こういう形になったとしたら、まあ、大学にしては必ず誘導がつきます。で、解が例えば無限項存在することを示せたとか、そういう形になってちょっと切り替わるわけですね。完全にその時切れる場合は、そのこれが定数が因数分解されて有限項に絞れる形が、まあ、メインになるかなと思います。というわけで、まあ、二次式の問題に関しては、まあ、基本的に平方完成したりとか積の形に持ってって、処理をするということができれば、まあ、二変数であれば、三変数以上だとね難しいんですけれども、二変数の場合には基本的にこういう手法になるかなと思います。はい、というわけで、受理問の予選後半、それから、本選レベルの問題の紹介でした。最後までご視聴していただきありがとうございます。それでは失礼します。